2022年3月7日であります、この日は、山形に行こうか迷いましたが、前回いただきました麺屋さん47の限定の無限豚骨が、本当に美味しくて、かついつ終わってしまうかも分かりませんでしたので、いても立ってもいられず向かいました。はい、それでは、宮城県上郡上町にあります麺屋さん47であります。はい、それでレギュラーメニューはこの3品でありますね。全部美味しいですが、やはり味噌がおすすめで、あります。特に初めての方には、味噌をおすすめしたいと思います。それでここ最近本日の限定ご飯というのが始まりましたね。はい、それでは本日の限定無限豚骨でございます。今回は半ライス付きにしました。無限豚骨の半ライス付きでございます。海苔をライスに絡めて、いただくのも絶対美味しいんでしょうけれども、おじや風にしていただきたかったんです。はい、それで具は紅生姜、高菜、そして、小口切りの青ネギ、刻み白ネギ、豚腕肉と思われるチャーシューが2枚でございます。まずこの、本格的な土豚骨というのは色合いから伝わってまいります。油もいい感じですね。めちゃくちゃ美味しそうです。いやー、一気に持ってかれてしまいます。偽物ではない、しっかりと炊き出された、豚骨骨の髄の旨味、めちゃめちゃコク深く、豚骨の香りに炊け、それで特徴的なのが、塩味、塩加減もなかなか、パンチが効いております。大雑把に、言ってしまえば木漏れ日系豚骨の、美味しさなんですけれども、木漏れ日よりも、塩味が強いのが、麺屋さん47の、豚骨の特徴であるかと思います。もうですね、めちゃめちゃ美味しくて、もう今日はこれを求めてきました。この感じを求めてきました。本当に美味しい豚骨スープって一発で持ってかれますよね。はい、それでは超極細の、ストレート麺ですね。おそらく、切りは30番手に個人的には感じました。低加水の、超極細ストレート麺、長さがあり、スープを抜群に吸着し、麺とスープの関係性はもうバッチリ抜群、高い一体感を超えて超越して、もう一つの体かのごとくでございますね。極細の場合はですね、表面積の原理で、一度に持ち上げるときにたくさんの本数をですね、太麺より持ち上げられますから、実は極細の方が、太いよりも、スープの持ち上げはいいんですね。で、高水とか中華水ではない、低加水でございますので、もう加水多分30倍以下、あると思います。ですので、麺肌からもうスープを、吸いまくっておりますね。表面積の原理で、スープの持ち上げがよく、かつ、長さがあり、すすり心地が抜群、でかつ低加水でありますので、スープの吸い上げが、麺肌からも非常に、吸いまくっている、この麺、麺とスープの組み合わせ、この土豚骨を味合わせてくれる、麺として最高の組み合わせであります。センスが抜群でございます。はい、それでは、海苔をですね、麺に絡めていただきたいと思います。ライスに絡めていただこうか迷いましたが、迷っております。この段階で迷っております。おじや風にしていただくつもりでありましたので、麺に絡めて吸い上げますと、この土豚骨スープに浸した、海苔、これをライスに絡めていただくのも超絶間違いないんでしょうけれども、麺に絡めていただくのも、またおつでございますね。海苔の風味、磯の香りがですね、この、麺の香り、小麦粉の香りを、豊かに引き立てる、すすり心地でございます。それではこの辺りで全体を混ぜ合わせていただいていきます。
まあ、あの塩分が紅生姜とかですね、高菜の塩分が増してくる、一杯に、味変化を生んでくるのは分かっておりましたが、またこれもまたいいですね。自分でこの卓上トッピングとして、フリーでこの一杯にこう入れていくのもいいんですけれども、デフォルトからこう紅生姜とか高菜とかですね、こういったトッピングといいますかオプションが入っているのもまた、特徴的でありますね。このデフォルトから、このど豚骨ラーメンに、紅生姜や高菜などが、さらにニンニク、ですね、これが投入されているのが、特徴的であるかと思います。はい、それでは豚腕肉と思われるチャーシューでございます。この厚みがあり野蛮なビジュアルに、ど豚骨のスープが絡んでるのがたまりませんね。やはりバラではなくて、豚腕かと、個人的には思いました。バラっぽい脂身を感じつつも、噛み応えがある、弾力感がある、この両方を兼ね備えた感じ、またこのチャーシューも、豚腕と思われるチャーシューもスープの吸着感がもう非常にいいですね。この吸着を見据えたスープの吸着を見据えた味付けも、絶品でございます。めっちゃ美味しい豚腕、チャーだと思います。ここまで美味しい豚腕チャーといいますかチャーシューでございますと、やはり無限豚骨に肉増しといいますか、1000円肉増しももうさらにライスつけると最高だと思いますよ。チャーシューが、豚チャーが好きな方は、海苔を、ライスに絡め、さらに、この豚腕チャーをライスに絡めていただくと最高だと思いますよ。そのぐらいライスに合いそうな、でかつスープとのバランスがもう実に良い、絶妙なセンス抜群のチャーシュー具合でございます。それでこの辺りになってきますと当然のように油が、引いてきて、まあ、油が馴染んでくるんですよね。スープに馴染んできて、かつこの極細の低加水麺の、小麦粉が、スープに溶け込んでまいりますので、よりよりこの、麺とスープの、一つの感じ、一体感が強くなってまいります。これが答えなんだというふうにこう分かってまいります。感じてまいります。ちょっとマニアックな視点になりますが、いつも麺屋さん47を、麺屋さん47の作品、ラーメンをいただいて思うのが、麺がダマにならないんですね。麺をすすった時に、直線的な感じで味わえるんですね。麺の茹で上げ方と、さらに茹で上げ方っていうのは茹で上げ加減と、さらに麺の盛り付け、麺の麺線きれいにこう盛り付ける感じが、素晴らしいので、すすり上げた時にもダマにならないんですね。ここも個人的には本当にすごいところかと思います。で紅生姜、きくらげ、刻みネギ、刻みネギもめっちゃ合いますね。小口切りの青ネギもめっちゃ合いますね。このネギ2種というのも非常に好みでございます。それらの具材、さらにニンニクですね、ニンニクであったり、そういった具材が、全体に混ざり合わさって、すすり上げていきますと、味わっていきますと、当然塩分はどんどんこう増していく感じなんですけれども、がゆえに替え玉を欲するがゆえに無限豚骨なんだと思いますが、まあ替え玉も良かったんですけれども、個人的には、ここにお米の甘み、ふっくらとしたお米の甘み、これを加えて塩分を融和させて最後フィニッシュしたかった、というふうにこう妄想しておりました。
なので今回は替え玉ではなくて、半ライスをトッピングしました。お願いしました。まあ、半ライスの、例えばライスの食べ方というのは、海苔を絡めて、ライス側に海苔を固めて絡めて、いただくっていう食べ方ですね。お米本来のふっくらとした、食感であったり、さらにこの豚骨が絡んだライスとか、さらにチャーシュー、そういう食べ方も、そういう食べ方が多分普通なんですかね、でありますが、私はですね、この豚骨スープですね、中盤から後半にかけてさらにこう塩分が増していく、豚骨スープにライスをドボンして、ライスの甘みで中和して、いただきたいというのが、今回の妄想でございました。はい、それでは、麺屋347、宮城県上郡上町にあります、麺屋347の本日の限定無限豚骨、木漏れ日系土豚骨が、好きな方、お好みの方には絶対絶対おすすめでございます。麺屋347と木漏れ日の土豚骨の、比較といいますか、こう違いも面白いですね。個人的には麺屋347は、デフォでこう紅生姜とか、こうキクラゲとかがですね、入っておりますので、こうベースになる土豚骨の濃厚さ具合、濃密さ具合は、同レベルで、すごく濃いんですけれども、それぞれに個性が抜群に発揮されており、簡単に言ってしまえば、東北指折りの、他では味わえない超めちゃめちゃうまい土豚骨で、私個人的な意見で言えば、同じ一杯を直近で、味わうっていうのはないです。ですがどうしても食べたくなってきました。豚骨ラーメンというジャンルにおきまして、そのぐらい極まった表現かと個人的には思います。前回いただいてから間隔が狭いのに同じ、一杯をいただくのは、個人的に珍しいです。はい、それでは、半ライス、ふっくらとした艶やかな、ライス、お米でございますね。こちらをですね、私がやりたかったのは、スープにドボンドボンしたかったんですね。ドトンコツおじやでいただきたかったです。はい、それでは、お米をですね、全体にスープに、こう混ぜ合わせといいますか、落とし入れていただいていきたいと思います。多分ですね、この一杯を、無限豚骨を頼んで、ライスを頼む方、そういう方はですね、海苔を絡めて、いただいたりするかと思うんですけども、こういうふうにドボンしていただく方っていうのはあんまりいないのかというふうに思いますが、めちゃくちゃ美味しいです。想像通りでございました。一番、最後の部分のこの塩味が頂点に達した、めちゃめちゃぶっといドトンコツにライス、お米の甘みがめちゃめちゃベスト合いまくりまくりスティでございますね。はい、それで、あえて残しておりました豚腕茶、これを、おじや風ライスと一緒に味わいたいと思います。やはりバラのような脂身感もあるんですけれども、噛み締め感、弾力感が豚腕らしいですね。多分豚腕だと思います。
これとライスを合わせていただくともう頂点でございます。最高でございます。で、紅生姜であったり、高菜もですね残しておきました。ネギも残しておきました。めちゃめちゃ、お米に合いまくりまクリスティでございます。まあ、替え玉もいいと思いますけれども、絶対替え玉合いますけれども、お米をドボンも、この塩味に表情を変えて、スープの塩味に表情を変えて甘みが増してくるところを、最後までストレスなく味わえる感じ。まあこの塩味がいいんですけれども、最後に大きな味変化を味わえる感じがこのおじや風の感じでございます。めちゃくちゃうまいです。麺屋さん47の、限定、本日の限定無限豚骨のフィニッシュの仕方は、ライスをドボンが、個人的にはベストかと思いました。まあとにかくもうめちゃくちゃ美味しくいただいた、2杯目の無限豚骨でございました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をですねお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。で、今日は、上町に来ましたので、超久々にカッパの湯に来ましたね。低調性アルカリ性温泉というんでしょうか。で、サウナもテレビがなくてうるさくなくて、個人的にはうるさくなくて最高でございました。ストイックに温泉、サウナ、水風呂っていうのを味わえて最高でございました。で、こちらが宮城で一番安いと思っているガソリンの大平村の八代チェーンでございます。ご視聴誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。